じゃあ2枚目に取るぞ、みんな。待って、もうできる。実物作る暇なかった。待って、できるよ、今。じゃあカッターで切ってみればいいじゃない。ちょっとこうで、よし、で待って、もうすぐできる。こうで、こうで、こうで、こうで。いや、もうめんどくさくなってきて、数字かかる。こうで、数字かかる。こうで。は？なにこれ、こう何しよう。4になった、真ん中。4になった？わかんない。だよね。4じゃないの？じゃあ次の問題一緒にやるぞ。5番。4。いいか？5になった。4になった。5番読むぞ。4だよ。学校と、4だよ。学校と公園を、おい。学校と5番。学校と公園を2回往復するマラソン大会が開かれました。トオル君は最初に公園へ向かうとき、途中の橋にいる先生から、まだ全体の7分の1しか走ってないと言われました。次に1往復して2回目に公園へ向かうとき、横に橋にいる先生から、あと1キロだと言われました。さて、学校から公園までは片道だぞ。何メートルありますかという問題です。ここが学校で、ここが公園で、学校で、途中の橋、怪しいとこら辺走って、ど真ん中？それしは、それが全、それが問題になってるね。それが7分の1。1000匹だ。7分の1だから、ダメじゃん。7分の1。怪しい、定規。手で書けばいい。定規を使っていいところとないときあるから気をつけなきゃいけない。この場合はダメかもしれない。じゃあ指の節で。いいや、大体でいいんだもんで、そんなことは。自分で7分の1だと思えばいい。間に6個矢印っていうか分担すればいいんだから、分ければいいんだから、分割して。6個もなかった。6個目、これでいいや。で、7分の1だから、っていうか7分の1のところにいるってことじゃん。橋がで、橋のところ先生定規使いたい。2回目に公園に向かう。1往復するのか。どこ、最初に公園に向かうときだから、これがこう来たときにってことは7分の1。あと1キロだ。何これって言われた。ってことは1キロで、こっち来たときは、はぁ、先生に言われました。で、ここでもう走っちゃった。2回往復するんだぞ。あ、ズルしてる。で、こう行ってこう行ってこうやって行くの。ズルしてる。なんでやるの。そういう時はね、一つのコツだけどね、本当は、見てな、こういう風に、これ前のやつで直線にしてやる。学校があるでしょ。で、コツは学校があるでしょ、ここに、うん、で、ここから公園行くでしょ。でこういうふうにやってると分かりにくくなるので、1回やって、ここで1往復になるのよ。また学校と向こうにあると思うわけ。そしてまた公園行くわけよ。そして学校と、こういうふうにすると、一本の直線でできるわけ。知ってるよ、それぐらい。うん、そう。だから、往復してるって言うと、なかなか分かりにくいから、コツは一本の直線に書き直しちゃうのよ。あと1キロっていうことは、ここまで、あと1キロってこと。橋だから、最初に公園向かうとき、途中の橋にいる先生から、まだ7、どっかわからんけど、いや、7キロメートル。そんなことわからへん。簡単にも当てずっぽいっちゃいかん。当てずっぽうじゃないし。で、これをまあ、ここのときさ、ねえ、ここのときさ、7分の1って言われて、こっからここまで、次1キロって言われて。あ、ほんとだ、7キロ。だから、ここに橋があるわけ。だから、7キロメートル。7個。7だよね。学校から公園、え？だって、それ全体の距離でしょ。ってことは、4.5 メートル。1往復してくれたらいいな、また。3.5 キロ。公園に向かうときに。え、でもさ、メートルで、ここが学校でしょ。メートルで合わせなきゃいけない。ね、ここが学校でしょ。ここは、ね、あと、あとそこで先生が立ってて、あと1キロだよって。片道じゃん。そんな簡単じゃないぞ。往復なんだよ、これ。往復、2往復してるんだから。じゃあ、7でいいんじゃない。でも、7メートルなんだよ。バカもな、7メートルのマラソンがあるか、お前ら。だから、メートル、メートルで合わせなきゃいけない。何メートルのマラソン。片道 3.5 メートル。7でしょ。なんでメートルなの。だから、今度は、キロをまたメートルに合わせばいいんだよな。キロ
7000m。 7km。 7km ってことは7000m って書かなきゃダメ。何 m かって言ってもだけど 7km じゃないの答えは。7500m。 違うな。7分の1でしょ、ここ。35m。 は？3500m。 あ、3000m。 また同じことやって失敗しようとして。やばいね。いろいろ書きすぎてさ、こっちの問題までぶっ壊しちゃった。いや、他の紙の裏を使えばいい。やばいな。パッパッと頭切り替えてくんだろ、掃除機は。そう、7でしょ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 、7なんだから7でしょ。ああ、もっとわかんなくなった。そう、ああ、また違った。ああ、全体の7分の1。全体の7分の1なの。うん。だから変だ。あ、じゃあここの間を使って、7分の1を。これで1センチずつ。いいのか、定規使って。やっぱこうなった。それはまあ正確に書けば書くほどそれは分かりやすくなるな。だから14センチの線を引いてやるといいのよ。すると7分の1って作りやすいでしょ。うん。で14センチをそれ4で割るのよ。あ、14よりも何がいいかな。21だって4で割れんだもん。あ、4か。じゃあ20でいいんじゃん。28だって、28センチやればいい。裏に28センチの線書いてごらん。28センチの線じゃない。それでまずそれを4等分すれば、2往復したら、4等分すればさ、28センチで書くわけ。15で、28書くでしょ。で、28センチだから4等分すると、あ、ダメか。まあいいや。4等分できるら14の7センチずつまずくべる。7センチずつくぐってごらん。それで、その2往復した7センチって2往復できるわけじゃん。あ、いいよ。な、要するに2往復っていうのを一直線上で表しちゃうわけと、7センチずつで公園行って帰ってくることになるわけね。分かった。で、円をさ、で、今度はそれを2センチずつに区切ればいいわけ。え、2センチなの？あ、そう、2センチなの？え、4センチだ。ごめん。え、なんで4センチで区切るの？だって7分の1だもん。だから、いっぺんにこの同じところに書くと悪いから、こっちでこう上にこうしっかりやっといてね、やる絵で考えるときやぞ。で、下の方に今度同じ線の長さ書いてもいいけども、4センチずつにちょんちょんと書いて。はい、4センチずつ。そうだよ、7分の1だもん。ああ、それで7分の1でしょ。7分の1できたよ。4つこっち。そっからやったらダメじゃないの、あんた。なんで？7分の1にするんだから。そこから今度ここから4センチして1234、ここで7分の2のとこ来たわけでしょ。私ちょっとずれててもいいよ。ちょっと7分の3でしょ。ああ、かけない。あれ、変なのだったよ。あ、いいの。よし、できた。何これ、ひこけされるでしょ。あれ、ここも消去でしょ。ここも消去でしょ。で、最後でぴったり重なる。あ、いいんだ。え、じゃあ先生がどこで端だよって言った、あ、ここで、あと、ここで先生が立てたわけじゃない。7分の1。で、ここに端を書いて、先生がここで端を書いておけるな。で、こうやるの。で、これで先生が、あと、ここで7分の1来たよってわけだ。うん、な、うん、で、あと、次の端は、どこへ来てるんだ。この辺に来たわけだ。あ、どうなってんの、これ。え、次の端なんでこれ、ね、だって、行って帰って、また行くわけだから。で、2往復で2往復で公園に向かうときか。公園に向かうとき、あと1キロ。あと1キロだよって先生言った。うん、じゃあここでも。公園だとき1キロ？え？は？は？ 1 キロ？ここからここまで。そうじゃないよ。は？ここ、見てごらん。この人の絵分かりやすいよ、これ。いいか？学校、公園、学校で、ここでまあ、橋がこの辺なわけだな。また学校から公園、この辺の橋のとこで、あと1キロだよって言ったわけじゃん。何がどうなってんの？は？そうしよう、学校から公園に行くときに。ちょ、落書きしないでください。はい、ちょっと、ちょっと。え？これが強いでしょ？学校、公園、学校、公園。なんかわからんなぁ。え？公園のどこで1？ここは公園でしょ？全体の7分の 1？ でしょ？そう、だから4センチずつに区切ればいい。また区切ん
のかよ。え、もう区切ってある。うわ。じゃあこ4分